ミッドプレイス仙台は仙台市都心部の五橋地区にある超高層マンションを含む再開発地区である。分場マンション区域がミッドプレイス仙台タワーレジデンスと広告されている。東側を東8番町、北側をニーデラ2、西側を東7番町、南側を東日本旅客鉄道東北本線で囲まれる。 ブロックの大半を占めた JR 社宅の跡地に建設された。東北本線を挟んで西側の JT 跡地にはアパグループが同様に超高層マンションを中心とする再開発アップルタワーズ仙台を同時期に建設している。2005年10月に JR 社宅跡地の入札が行われ、当初はラウンドンが優先売買交渉計を獲得し、2006年には 東北最大級の大型レジャー施設をオープンする計画であった。用途地域が近隣商業地域であるため建設は可能であったが、深夜営業や渋滞を懸念した周辺住民が文京地区にあることを理由に連絡協議会等で反対運動を起こし、市の反対もあって白紙撤回された。その後、2番目の入札額を提示した。 三井不動産及び東京建物が購入、開発することになった。一方、ラウンド1は別の出展地を求め、2009年4月24日、JR 仙石線、新潟県駅前に開業している。なお、三井不動産は仙台市における都心回帰の流れに対応して、ミッドプレース仙台と東北本線を挟んで、南側に位置する隣接地に地上20階、 地下1階の高層マンション、パークシティ仙台5郷を2004年3月に、竣工している。2006年10月以降、三井不動産の住宅事業は、三井不動産レジデンシャルに継承されているため、分譲マンション区域のミッドタワーとミッドレジデンスは、三井不動産レジデンシャルと、東京建物が、売り主となっている。他方、商業施設及び賃貸のパークアクシス仙台は、 三井不動産による事業所有となっている。2009年8月竣工東北本線を挟んで西側の日本タバコ産業跡地にはアッパグループが同程度の高さのアップルタワーズ仙台、グローディアタワーがある。仙台市の環境アセスメント条例は100メートル以上の建造物に適用されるが同時期に建設された高層マンションはどれも 適用逃れのために100メートル未満ギリギリで建設されており、ミッドタワーも99.3メートルと、その傾向を踏襲している。2009年3月竣工。地上12階建て、66個。建物としては、クラブハウス棟と自走式平面駐車場がある。2008年6月竣工。住所は、仙台市若林区新寺1の8の1。 宮城生協ニ井デラ店とクリニックモールレイールニ井デラが入る。有料の自走式立体駐車場も併設。五橋地区をはじめとして、近隣には次々高層マンションが建設されたが、大きな食品スーパーマーケットがなかった。そのためこの地域の住民は、仙台朝市などの旧来の市場や、少し離れたところにある大英仙台店などで、 食料品を買い求めなくてはならず、宮城生協は待望の出店となった。周辺には、仙台市立病院、JR 仙台病院、仙台低診病院などの大病院があるが、クリニックモールには診療所が複数入る。パークアクシス仙台という名称の地上13階建て賃貸マンション、全204個、駐車場102台、2008年3月竣工。ほか。 ありがとうございます。